天皇やったら、もしワクチン打つとかになったら、多分打つのかなと思うけど、僕は、愛子様とか、あと、悠仁さまとか、あといろいろね、皇室の方いらっしゃいますけど、皇室の若い方で、ワクチン打つのかなって僕、それも一応気になってます、今。まあ、今、上皇様は打たれるのかな。皇室の65歳以上の方も、まあ、多分打たれるとは思うんですけど、まあ、それは、まあ、なんか、まあ、問題とか、それは、そこまでと思うんですけど、僕がちょっと思うのは、愛子様が、打つかどうかとかね。そういうところが、ちょっと、かなり、気になるかなと思います。そのニュースってないよね、まだ。一般の接種と同時なんか、わからんけど、